時刻は7時を回りました。おはようございます。ザキミリの不動産相談室の時間です。お相手は私、ザキミリです。この番組は、イノワンヒルズ通り FM ギノワン、海の見える素敵なスタジオより7時30分まで放送いたします。どうぞ皆様、最後までお付き合いください。 はいでは始まりました第1回目ザキミリオの不動産相談室のお時間ですとアシスタントは私あかりが務めさせていただきます、えー、おはようございますおはようございますはい実は私とザキミくんはあの大学時代の友達でしてちょっと今あの照れ笑いを浮かべながら収録している、えー、現在でございます <laughs> はい。 はい、じゃあ、あのザキミリウさん、早速、自己紹介からいきましょうかね。はい、えーと、私、株式会社、ザキミグループの代表をさせていただいております、ザキミリウと申します、えーと。弊社の事業はですね、不動産事業を主にやっておりまして、不動産の売買であったりとか、相続の、えー、と相談であったりとか、えー、そういういろいろな相談を受けたまわっております。 ちなみにジャキミ亮さんはあの大学時代全然不動産とかそういう関係の学科ではなかったでですすよね。ね、うん。そう、ね、僕が大学、えっと、僕とその今、前にいらっしゃるあかりんは、えっと、沖縄国際大学で出会ったんですけども <laughs>、はい、で僕が沖国大の,です、ね、あの社会福祉学科という福祉専攻の学科でしてもう本当に不動産とは全く関係のない学科でした。うん、はいで。この福祉… 福祉学部園学園祭の時に福祉のメンバーでやってる出店に私もちょっと参加させてもらって一緒にトッポギいやトッポギじゃないあのえなんだっけえっとね担々麺だったかなああまあそんな辛い辛い麺を売 <laughs> ったところから友達になったんですけど、うん、そうそこからまた何年か時を経て。 あの全然違う職種なんですがこうやって今ラジオを一緒にやってることが少し不思議な気持ちがしますそうですね僕も今回ちょっとあかりがなぜラジオをやってるかちょっと分かんなかったんですけどたまたま僕がラジオを聴いていてですねそうするとそこの中からですねあかりの声が聞こえてきてですね、うん、あれと思ってこれインスタの方であかりにメッセージを送って「ん ?FM 機能やってるの?」って言ったら「 あもうスタッフとしてやってるよということで,でそしたらあのまた亮も遊びに来てよということで,でそこから縁がつながってちょっと,えと前回1回目のちょっと収録をさせていただいてその後からちょっと番組を持たせていただくっていう形になってですねうん、うん、そこから今っていう形になっておりますね。ははい。で、はい、でですすね、えっと、この番組では、えー、タイトルにに、もありますように、はいえー えー、あこれから寮と呼ばせていただきますね漁は不動産会社を普天間で営んでおりましていろんな事例も経験されている中だと思うので、うん、こういった事例を参考にこう不動産にまつわるこう疑問や、えー、質問などもこの番組では受け付けておりますので、はいはい、皆様どうぞあのメッセージな,などもお待ちしております。 はい、はいえー、ではですね早速自己紹介もうちょっとしようかな自己紹介うん、うん、じゃあ僕の,あの生まれから今を、はい、待って今僕現在26歳になってます、はい、で普天間で生まれてですね普天間小学校普天間中学校でですねで高校の方はちょっと北中城高校に行ってですねでそのっ、えー、と沖縄国際大学にの進学しました。 でその後にあのに先ほどお伝えしたように福祉の学科でしたので福祉の、えー、と就職、福祉施設の方にですに、ね、就職しましたそこではあの、まあ、精神疾患だったりとかです、ね、うつ病の方であったりととか、あとは、えー、アルコール依存症であったりとかうん、うん、そういう方たちの、えー、と支援をさせていただいてまた就労支援という施設で,です、ね、その方たちを、えー、と就職につなげるという形の仕事をしておりました。うんうん、でそこからですね、まあ えと僕の兄もちょっと不動産の仕事をしていたりとか身内の方も仕事<ー>あ不動産の仕事をしていたっていうので不動産にやっぱり興味を持ち始めてですねはい、はい、でその中でも不動産でもあの賃貸ではなくてちょっと売買の方にやはり興味があってですね、うん、っていうのも僕もいずれは将来もしかするとお家を買いたいってなるかもしれないですしで僕の周りのまあ 友達のお父さんお母さんもお家買ったよとかお話を聞いていて、うん、まあ僕にもず,あのずっとこれから関係していくものだなと思ってちょっと勉強したいなと思ってでそこから試験勉強宅建ですね宅建の試験勉強を始めてやっていくちにどんどんやっぱりはまっていってですね、うん、奥深いなと思ってでそこから、えー、と不動産会社に勤めてでそこから独立したっていう形になっております。あそうだだったたんだなんなかこのの福祉の学科に在籍した していたイメージが強かったので不動産業界に行ったっていうのを聞いてすごいつながらなかったけど、うん、おうちのご家族が不動産のお仕事されてたんだねそうだ、ね、親族家族という親族、うん、身内がね、うん、ああそっかそっか今やっとつながった気がしたそっかでちなみに賃貸ではなくて売買に、うん、売買をこう目指したっていうのは、うん、賃貸と売買ってきい 何が違ううんだろうそうまず一番大きいのはやっぱり賃貸だとこの住み替えがまあできたりとかお引越しができたりとかですねはできるんですけどもまあ売買だとやっぱり一回買ってしまうとなかなかすぐ簡単には動けなくなっちゃうというかまあ一生涯をもしかするとそこで過ごすっていう可能性がほとんどなんですけどもでそこで僕がその売買の方を選んだのはやはりこの賃貸っていうところで一応正直言うと金額が大きいっていうのが ありました例えば売買の方は3,000万から以上っていう感じのものが多いんですけども、えーうん、その時にやっぱりそれぐらいの金額を扱うっていう仕事がどういうものなのかっていうのが一番あの、まあ、魅力的でもありましたしうん、うん、で簡単にはやは,やはりなんていうんですかね売れないですし営業のスキルも必要ですし、うん、っていうところでやっぱり魅力を感じてですねそこから売買の方にちょっとやってみようっていう感じになりました。な、うんうん、なるほどなんかこう 賃貸と売買ってやっぱり動くお金の単位も違うと思うし買われるお客様の年,年代とかも全然変わってくるよねうん、うん、絶対そうだねあのーうん、やっぱり売買だと一応20代から購入する方もいるんですけど大体は30代からがやっぱり多いのかなっていう、えー、あまあそ,うその理由としてはまあ、うん、どうかわかんない僕の個人的な意見としてやっぱり ご家族を持たれてですねファミリーになってちょっともう手ざ、えー、とアパートだと手狭になってしまったのでうん、うん、まあ大きいお家構えてうん、うん、そこで、えー、ともう一生暮らしていこうとかうん、うん、で今後はその子どもたちの、まあ、一番大きいのはお客さんが言うのはやっぱり小学校中学校に上がる前にもうお家を購入して、うん、でそこを、えー、と拠点として、えー、とやっていこうっていうので小学校入られる前に買う方も結構多いですね。そそかかじ,じゃあこの こういった不動産についてとかこう会社の設立についてもうん、うん、今回は少し話を聞いていこうと思いますので、はい、その前に一旦 CM に入ります、はい、美しさを体の中から変えていく新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデートヨークでは一人一人に合わせた施術を行います西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを 貼り鍼灸治療ならイノワン神経生体ヨークアイドマ印刷です印刷でお困りの中南部の皆様へ地域に寄り添い創業42年の実績でお手頃な価格とスピーディーな対応で力になります印刷のことなら「アイドマ印刷」にお任せください電話番号0988331122 元祖唐揚げ本舗あ竹たけカ中学校前店ですはい元祖唐揚げ本舗あ竹たけカ中学校前店です醤油塩タルナンパン激辛も美味しい唐揚げあります元祖唐揚げ本舗あ竹たけカ中学校前店お送りしておりますこの番組はザキミリオの不動産相談室ですはいあのなんかすごい緊張してる そうだ、ね、いや緊張っていうかやっぱり2人で 2>、うん、なかなかやってるとちょっと同級生やったら恥ずかしい。いやなんかあの、まあ、前半最初こうザキミウさんってあかりが言ってしまったばっかりにあ、うん、かりもそのモードになってしまってさ取引先みたいなふうにしゃべっちゃった。 寮のこの番組の趣旨としては、こう誰でも気軽に。こう不動産情報について触れたり、こうまあそうじゃない。雑談とかもだけど、こう気軽に聞いてほしい番組だと思うので。ちょっと今後は、あの、私も。寮って呼ぶし、あの寮も。えっと、学生時代読んでた感じのあだ名でも大丈夫。あ、あかりんで。本当か?。<laughs> 本当ですか?。もうちょっと、あの硬い感じじゃなくて、まあ普通に、えっと。 なんだ柔らかい感じで、まあね、友達同士で話してる感じで多分その方が、まあ、リスナーさんも聞きやすいのかなってもあるし、うん、<laughs> いやそれにあかりもやっててその方が楽しいからそうだよねちょっと気使ってる感じが2人は今あるからねそうこの絶妙な距離感どうにか埋めていかないとさちょっとさ <laughs> やってらんないよね でもともとこういうね仕事の話する2人じゃないさうんそもともとはなんか普通にふざけ合ってとか <laughs> いいバイト教えてとか <laughs> そうだよね <laughs> そういう感じだったからなんか今なんか2人ともちょっと仕事してるなっていうのがあってね今、うん、まあ、まあ、まあそれはもうなくして、うんうん、もっとフランクに感じでいきましょうかう、ね、はいでなんかちなみになんだけどさこう、うん、不動産を始めたのはわかるんだけどうん、うん、こう 親族がその道だったからっていうのは分かるけど、うん、なん一応会社設立したのはなんだろうやっぱり会社員とかだと従業員あ会社員っていうか従業員だとやっぱりこの。うん なんだろう上の方針があったりとかうん、うん、やっぱり会社の方針があったりってするのがあってそれでやっぱり自分が思ってる理想であったりとか、うん、や,っぱやっていきたいっていうのがなかなか難しいというか、うん、でもちろんやっぱりこのなんだろうで会社にただいるだけでさあのお金が入ってくるわけでもないからやっぱり売り上げ出すためにやっぱこのがっつり。うん 売る営業みたいになっちゃう。ちょっとそれがどうしてもちょっと嫌で。えでもそれってなんか会社を設立したとって同じではないの？そうだ。会社設立したら一応自分が自由に、うん、なんだう案件もまあやりたいやりたい案件っていうか例えばまあよくあるのは、うん、そのまあ騙してではないけども、うん、ちょっとその なんだろう本当に買いたいか迷ってる人に押し売りをしちゃうとか、うん、やっちゃってしまってるっていうのがあったりとかあ<ー>あ今までそれがちょっと僕は嫌で、うんうん、なかなかそういうのしなかったんだけど、うん、でもやっぱり自分で会社持ったら本当に買いたい人が買ったらいいと思うし、うん、売りたい人が本当に売りたいっていうで僕たちがやるのってそもそもそういう人たちの手助けっていうかサポートをする役目。うんうん は知識を提供したりとか、まああのまあ、税金とかに関してはやっぱり税理士さんなんだけども、うん、まあ税理士さんをちょっとあのお付き合いがある税理士さんを紹介してとかっていうのが一番本来やるべきことなのかなっていう、うん、目的があの、まあ、自分のたちの会社の利益ではなくてうん、うん、本当にお客さんに寄り添ったところなのかっていうところでやっぱりそれがやりがいなんじゃないのかなっていう不動産の。ななるほどねなんんんかかすごいいさささおお客客主体とう の利益追求するお手伝いをするのがこう実際やりたかったことだったりするんだなと思ってうん、うん、でそしてさそ,れその考え方ってさなんか福祉に通ずるところが感じるよ、うん、そうだね。 頑張りたいみたいいみなところんかこの考えも、まあ、福祉ももちろんそうなんだけど、うん、自分がこの先輩方ってあまあ先輩も大先輩ねあの、うん、本当にまあ40代50代の先輩たちにはい、はい、地元の先輩とかにやってきてもらったことがやっぱりこの自分だけの,、うん、あの利益だけを求めるなと、うん、やっぱり自分だけ儲けようであったりとか自分たちだけ儲かればいいそんな考えはするなっていうふうに教えられてきたとか見せられてきたので<ー>やっぱり僕もそれを もちろん後輩にもそれを教えていかないといけないし先輩たちがやってきたことをやっぱり崩すわけにはいかないというかっていうのがあってやっぱりそこはやっぱ信念として持っているところかなというだからこの例えば目先のやっぱりねお金が動くっていってあのすぐ利益になるってなってもそこは触らないしでもこれが本当にお客さんのためになるっていうのであればやるしだそこを選択できるっていうのがやっぱり会社の代表になって一番選択ができるっていうのが大きいところかな。 はあ、あんた立派だね。<laughs> うちなんちだね。<laughs> <laughs> いや、でもさ、こう。やっぱ、こう、地元の先輩たちの背中みたいなの。を、こう、引き継ごうっていう気持ちがあるから、普天までって感じなんだ。そうそうそう。うん、だから、もう、本当はね、やっぱり。 那覇のエリアだったりとか、うん、そこの方が市場って不動産市場ってすごい良かったりするんだけどもうん、うん、もちろんね建物マンションもあっちっていっぱい建ってるさ、うん、だからなぜ普天間でこだわるかって言ったらやっぱりそういうのがある、うん、自分なんか地域密着でで地元の人たちがまあ信用してもらうっていうのが一番、うん、僕たちも結局やってきてもらったことをそのまま先輩たちがやってきたことを僕たちがやってそれをまた後輩がやってって言ったらまあ普天間の地元のなんだろうなこのうんいいのかなって思うな、うん ああそうなんだ、うん、じゃあこう会社を設立したのはこう自分がこうありたいとか生き方みたいなところにもつながるのかなそうだねそうじゃなかったら多分もう不動産を例えば売るだけのためにやってしまうと、うん、うやりがいがなくて多分やらなかったかなと思う、うん、もうやめたくなってたかもしれない、はあ,そ,れだっあそっかそっか、うん、じゃあじゃあこうなるほどねめっちゃいろいろつながってきて面白いわそっかそっか、うん、でちなみにさこう なんか不動産も修行とかってあるの。そうだね、修行一応不動産で正直、まず、あ、はどんな人が立ち上げ切れるかっていうところになるんだけど。うんまあ、宅建士っていう免許を。うん、あの国家試験を受けて、免許を取得しないといけなくて。うん、そのかあの宅建業を開くには、宅建士が必ず一人いないといけないわけ。うん、で、な、なるから、正直宅建士さえいれば、開業は誰でもできる。うんうん、修行を積まなくても、例えば、ね、その宅建士さえいれば。 できはするんだけどもじゃあ実際実務経験がなくてそれをやってしまうとそのお客さんの案件とかに対応できなかったりとかはい、はい、それがあるので僕はんだろう一回実務経験を積むためにまあその修行っていうのを僕はやりましたね。うんうん、えっともう一年まあまあ2年ぐらいですかねうん,うん。 2年ってまだ若い方ではあるんじゃないうん、うん、確かにでも2年っていうのはやっぱり若い方ではあるんだけども僕がやったのは会社員ではなくて、うん、ちょっとあの何て言うんだろうな歩合制みたいな感じで<ー>そうそうそう自分で、ね、売りのお客さん捕まえてきて買いのお客さんやってとかで契約していくっていうのをやってたからうん、うん、やっぱり人より勉強もしないといけなかったしうん、うん、その環境に置かれれば多分なんだろうな そのまあ、年数は関係ないのかなっていうへえ<ー>、うん、そっかじゃあ割とさこういれば給料がもらえるとかそういう環境では全然なかったんだねそうだね多分普通だったらやっぱり会社員だったら固定給でいくらあってうん、うん、まあボーナスがちょっとあってみたいな感じだと思うんだけど自分の場合はそうではなくて基本的にはまあ歩合なので、うん、売ればあるし、うん、売らなかったらないしへえ不動産ってさそういう料、うん、なんか給料システムなのいや それはちょっと特殊かな自分で選べるもちろん僕も会社員になればそれはできたんだけどもあえてそれを選ばずにやっていこうかなと思ってそっかなんかだいぶさ足も使うしうん、なんか人とのつながりが大事になってきそうだよねそれってそうだねやっぱりこの仕事やってて一番思うのはやっぱりこの人とのつながりが本当に大事だなと思ってだから やっぱり適当な仕事もできないしちゃんと結果を出してなんか信用してもらえたら次紹介してもらったりとか僕のお客さんというか今までの経験はやっぱり紹介が結構多かったりする、はあ、紹介か、うん、へえ。ちなみにさどんな案件が一番多かったとかあるのどんな案件まあそうだね売りの方が多いのそれとも買いの方が多いの えっと、買いいの方がややっっぱぱりり多友達もそうなんだけど、うん、あの友達のお父さんからちょっと一見やったことを事例紹介させてもらうと友達のお父さんがあのこっちの土地を欲しいっていう話をしててうん、うん、でもここの土地って結局売りに出されてなかったんだよ看板もなかったしはい、はい、ネットにも出てなくてうん、うん、だけどさら、まあ、地の状態で何も使われてなくてだから、うん、所有者いないかな誰かなもし分かるんだったらちょっと買いたいなっていうところで。うん でそこからちょっと所有者探してその所有者の方に話してうん、うん、でここをちょっと買いたいという人がいますと、うん、でなってそこから実際にまあ契約までつながったんだけどもそんな感じでこっち買いたいって言ったらあじゃあちょっとあの、まあ、持ち主さんには話してみて、まあ、どんな条件でお二人がいいような条件でやっていこうかということで、うん、やっぱりここでも売り主だけがいい条件とか買い主だけがいい条件ってやってしまうと双方にメリットってやっぱりないんだよね。うんうん だからしっかりあの両方にメリットがあってまあ金額であったりとか条件であったりとかっていうのをやっぱり確認しながらやっていくとまたそれがなんだろうその契約からやっぱ実績積んだということでまた別の案件を紹介されたりとか。うんなるほどね。うん、だこれってさこう売る方も買う方も基本的には初めての買い物だったりするじゃん。だからさこ,うこの土地はこう広いけど利便性が悪いからあんまりこう高値で売れないとかうん、うん、でもそこにこう。 えなんで高くないのみたいな風になっちゃったりもするんじゃないかな、うん、そうだね。今言ってもらったようにやっぱりそういうところが一番大きくて、うん、でじゃあその時にどんな話をするかって言ったらやっぱ今までの事例であったりとかこの周辺の相場であったりとか、うん、やっぱりそのデータっていうのが大事になってきてでそのデータを一応もう結構ある程度収集してるので,うん、うん、でそこで実際この,このぐらいの金額が妥当ですようん、うん、でもやっぱり金額決めるのって売り主さんなので売り主さんがこの金額じゃなきゃ売らない っ飼い,い主さんにその話をして、うん、まあそこでまあ話が合うんであればうん、うん、契約につながってそれでできないんであればまた話してっていう感じで<ー>、うん、僕がやる中では仲介なので、うん、調整役みたいな、まあ、サポートなんですようん、うん、実際はだからお二人のあ双方の飼、うん、い主さん売り主さんのもう、えー、サポートをしていくっていう仕事が僕たちの仕事なのかなってこう。 なんか寮に質問して思ったんだけど、うん、こうやっていろんな、えー、とやり取りが必要なお買い物の分さうん、うん、かかる時間って結構長いんじゃないかか、ね、そうだねもう本当にこの案件に関しては多分8か月ぐらいかかったかな。でも今は今はもうそのまま継続中の案件とかはまあ1年半だったりとかやっぱりそれほど時間っていうのは必要だし<ー>そんな簡単に。 もちろんそのすぐパッて売れる時もあるんだけども、うん、そうだねだから時間は結構かかるねえそうだよね、うん、いやだってさこんなに長い時間かけて全こう売れなかった時とかもあるんだよねそうだね<分>あるあるうんうんそっかじゃあなんかすごい面白い商売をしてるんですね <laughs> <laughs> 商売というかこう。 不動産につお手伝いね。お手伝いだね。うん、そう、不動産についてちょっとあかりも知識不足な部分があるので、これからもそういう、こう、うん、なんていうか、初心者として寮に聞けることとか、いっぱい聞いていきたいと思いますし、リスナーの皆さんからの質問もどしどし募集しております。はいえー、では最後にメールアドレス、もう一度、復習いたします。メールアドレスは fmgino1.com FM g ノワンドットコムです。えー、ではりょうさん、もう残り時間が約一分となりましたが、はい。次回予告とかこう初回どうだったとかあるかな。そうですね。初回はちょっと、うん、まああのー、前半の部分は赤リンに、うん、あの硬いって言われたので、<laughs> はい、後半からはちょっと柔らかくしていこうかなと思ったんですけど、うん、後半どうでしたかね。いやバッチグーですよ。<laughs> <laughs> じゃ次の収録はもっと柔らかく。 はい、聞きやすいような感じで行きたいと思います。あ、いいね、ありがとうございます。はい。えー、ちなみにさ、あの寮の会社はどこにあるんだっけ？はギノワの普天間であのこの FM ギノワンの通り沿いであって、神宮のすぐ前のところになってます。神宮のところか。そうそうそう。はいはい。じゃあなんか相談とかもそこに行けば。 そうだねとかあとは連絡してもらったりあの株式会社ザキミグループで調べたらあああのすぐ電話番号出てくると思うので、はあ、そっかそっかえあとさごめんねあの <laughs> ちょっとさあ,のあとちょっとだけ時間あるんだけどさ、うん、え来週はどんな話するとか。 来週は不動産についてなんだけどやっぱ不動産のまだ事例を深掘りしたりとか、うん、それをやっていこうかな、まあ、賃貸と売買の違いをもうちょっと話してもいいかなと、うんうん。なるほどねちょっとあかりも聞きたいことあるかも。OK じゃあそんな感じではいわかりました、はい、ではこの時間はザキミ亮の不動産相談室でお送りいたしました。